はい、メロンです。ポテトです。マリオプラスラビッツやってきます。はい、今回はガーデンパーティーの3ステージ目からやっていくんですけど、うん、その前にストーリーモードを結構進めて、うん、一応2つ追加で解放しましたイエーイ。なので今回は華麗に敵を蹂躙する姿を見てもらえると思いますはい、バナナバナナノーマル本家マリオブラザーズと私マリオブラザーズ、あれ本家か行きます。はい、3ステージ目は目的エリアにたどり着け系だね。そうだね。バナナバナナで、マリオとルイジ入れ替わってるじゃあ例のごとくどんな感じか見てみるか。目的エリア系ね。すぐ近くにいるね。うん、だいたい左右対称なんだよね。そうだね。ゴールへの道を先に見とけばいいね。狭いね、ゴール狭いね。うん、あれ、それ私のゴールだ。あ、そうだね。ここチームジャンプで上に行けるならこのまま土管で行けそうだね。そうだね。普通に行くならこのルートか。で、スマッシャーがいるんだね。うん、だいたいわかったかな。あれ、もう一個のゴール見なくていいの？もう一個も同じじゃない？同じ？うん、左右対称なんだろうか。あ、微妙に違うか。右は微妙に違いそうだね。ね、違いそう。一回上に行くね。土管あ、ゴールね。チームジャンプ使って、うん、ゴールか。だね。うん。じゃあ、それ踏まえて。あ、もうあんなとこに。マリオさんどうしようかな。スライディングしちゃう？スライディングして、蹴散らしてやりますよ。やめてください!130 ありますからね。もう死んじゃうね。死んたつよ。で、左のやつも、倒しちゃおうかな。うん。ほら。じゃあな。あまま。からの、攻撃よ。うん。待てよ。これもしかしてさ、うん、当たんないか。あ、当たるな。うん。あの、大きいのには当たるね。202でしょ？で、ヒーローサイト使ったらさ、倒せるかも。倒せるな、これ。使っちゃおう。うん。スマッシャーはちょっと厄介だからね。そうだね。倒せるときは一発で倒しちゃおう。問題はクリティカルで蜂蜜が出ると逆に動かないからヒーローサイトが発動しない。ほら、蜂蜜。あ、動かない。どうしようかな。一旦小手さんの方にターン渡そうかな。はい。どっちから動かすのかな。マリオラビッツのさ、スライディングがさ、ね、普通のスライディングと違うんだ。うわー、こんなに範囲広いの。だからルイージが先に移動しちゃうとこの爆発に巻き込まれかねないから。うわ、壊れちゃうんじゃない。確かに。まあ大丈夫でしょ。ここ右上から狙われるんですか。ここだね、じゃあ。そうだね。これだと撃てるのがいないか。多分移動して撃てるように来るんじゃないかな。じゃあどっちでも変わんないのか。そうだね。じゃあこっちにして穴掘るかな。オッケー。おい、行ってこい、マリオじさん。ほらー、爆発思ったより見た目しないね。うわー、こんな広範囲のばっかりなんだ。そうだね。マリオラビッツのマッシュブームって書いてある武器は、うん、広範囲なんだけど遠いほどダメージが減ってくる。ほんとだ。そうなんだ。これ目の前、まあ、いっか、撃っちゃうね。オッケー、ボーン。うわー、すごい、一気に壊れた建物失ってる。こっちも動かしちゃおう。オッケー、同じ方行けばいいかとりあえず。そうだね。
ジャンプして乗り越えれるじゃ乗り越えれるね。引っかかれる。けど、隣ぐらいで行かないと。オッケー。右前もいるしね。うん。いやお兄ちゃん。偽物が来た。古いからやっていくのがいいよね。正直ストーリー進めてるからどれからでも勝てると思うんだけど。普通のやつでじゃあとりあえずあの子倒しとくね。オッケー。あれこっち届くの。はい。行きます。はい。バーン。あ、吹っ飛んだ。吹っ飛んだ。お返しします。あ！あ！やったなぁ。ストーリーモード進めてるせいで A 押しちゃった。あ、前回のやつ人のこと言えなくなったからね。起動しないとボーン。まあまあまあ、こうなると思ってた。え？他にもいっぱい候補がいるな、マリオが撃ち抜く。イエーイ。いい感じになった。なんか言ってる。なんか不思議な移動多かったね。来場のスタート地点にいる。なんか人ごとのように言ってるな。あ、鳥かわいいよ、ほら。ん？土管に鳥溜まってた。ほら。あ、これか。ほら。かわいい。かわいい。飛んじゃおーっと。うん。あいついんのか。いるけど遠いね。そうだね。どうしよっかな。迷うね、これ。ちょっと迷うね。ルイージ先行しすぎると死ぬからな。そうだね、HP 低いもんね。よし、先行しすぎると死ぬから気をつけよう。うん。はい。ぴょーん。で、これよ。うん。ほら、二人いっぺんに行け。ダーン。ピッピピ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 ピ。ちょっとの。まあ、致し方なし。これで、うん、アイアンビジョンを出して、小手さんにあのスマッシャーを攻撃してもらえば、いい感じになる。なりさ。これどうしよっかな。私のこと踏みつけてもいいけど。いいの？いいよ。やった。あんまいいとこ行かない。あ、スライディングできるのか。そう、だから踏む必要ないんじゃないかな。スライディングの方が良さそう。スライディングしてのこの土管入ってラビッツ踏んでスマッシャーを倒せるなら倒しちゃいたいよね。うん。からここよ。もうポテさんの行動ありきで動いてるけどさ。違って A 押さないでよ。ほら押しちゃうかもしれない。攻撃でスマッシャーをさよならバイバイ。ほらさよならバイバイ。はちみつ、イエーイ、コインゲット、お金いっぱい。でターンエンドか、敵のターンだ。やだー。あ、こっから撃てんじゃん。ああ確かに範囲攻撃なら倒せるのか。倒せるかな、手前のやつ。あ、手前か。手前はスライディングで倒せる。うん。もうこの辺でもいっちゃいいか。そうだね。ベイジラビッツは体力結構あるから。こっちにいるんだっけ、敵。うん。ある程度食らっても大丈夫ではあるけど。この裏。変わんないか。なら右裏でいいんじゃないか。ここ？うん。左に2体遠距離がいて、右は片っぽスマッシャーで。じゃあ、ここ行くね。うん。えい！ドーン！イェーイ！ルイージー・ラビッツのスライディングはヴァンパイアの属性がついてて、うん、体力回復ができるんだよね。できる。スライディングの威力も高いから、なんか、今のところルイージー・ラビッツが一番強い。強い。
あれ、この子こっち行けんじゃん。行けーい。あれ打っていいんだっけ。打って多分大丈夫。ルイージがとどめ刺すから。オッケーイ。おぉ。やったれー。 あ、やったー。ストーンだ。固まった。あ、じゃあ、とどめ刺さないじゃん。じゃあ、私がとどめ刺そうかな。どうぞ。ボーン！いけー。あ、クリティカルだ。倒せた。やったー。やったー。ルイージメラメラしてる。ルイージの無駄打ちしたスキルの。よし、これで。ターンエンドかな。そうだね。出てきた瞬間よ。じゃあな、ルイージはな、2発撃つんで、あ、1発で倒れましたね。倒れた。こっちおいで。あー、あー、待って、あ、私じゃないや。痛っ、結構痛い。120も食らったんだけど。あいつあんな威力高かったんだ。ね、あ、後ろいた。あ、いたか、ちょっと右残りの。それはね、逃げてる。あ、お金いっぱいくれた。ね、ありがたや。あ、あ、生えてきやがった。もうそろそろゴールできそうになってきたし。そうだね。こっちじゃなくて、こっちよりは小手さんに来てもらってチームジャンプした方がいいんだろうね。うん。小手さんのルイージ入った。いや。ルイージいるし、マリロラビッツも近くにいるから、うん、チームジャンプも使えそうなのか。そう。じゃあ、あとは俺のルイージをどう動かすかだな。そうだね。どっちから行きたい、ルイージ。こっちから飛びたかったら、マリオ、ルイージこっち連れてくればゴールできるんじゃない？そっか、こっち俺が行くのか。そう。なんとなく、バイクから行く？バイクから行っても安全な気がするよね。そうだね。もう入れんのか、今回。援軍がさ、うん、なんか、後ろの方っていうか、この辺だもんね。うん。しかも今回入れるなら入っちゃってるんですよ。ね。だから、ルイージは、一人で先に行くぜ。うん。あとは、ポテさんサイドの方を、いい感じに行ってもらえばいいんだな。うん。あれ、なら先に攻撃した方がいいか。確かに。どっか攻撃できるのか。いませんでしたね。さよなら。あれはマス増やすやつの範囲狭いんだけど。マス増やすやつは土管移動には確か関係なかった。じゃあ他の仲間にさ、ああ届くんだったらやっといた方がいいかなと思って。狭いんだけど。うん。ご覧の通りです。うん。意外とさ、当たんないと思ってたら撃たれるからね。意外とね。うん。特にホッパーのやつはさ、チームジャンプ使って予想以上に移動してくるから。うん。土管がね、あるから。ただ逆にマリオが先に行って飛べるようにした方がいいのか。うん。そんなが嬉しい。オッケー。ついでに誰か狙っとこう。って言っても、あいつしかいない。なんか今。かわいい。撃っちゃおう。うわぁ。なんか、バウンドしてったね。うん。元の箱が多分、今マリオがいる箱と同じのがあったんだろう。あそこに落ちたらさ、ルイージ攻撃当たるかもしれないね。マリオが行ける範囲だから、あ、どこでも良さそうだね。うん。どっちか行ければいい。うん、オッケー。じゃあ念のためここに行くかな。うん。はいよ。はーい。あ、この子も先に進めとこうかな。そうだね。次のターン、今入り口ら辺に敵が出てくるなら、隠れといた方がいいかも。ね。隠れられないけど、隠れられるか。一応気持ち隠れとか。いや、意味ないな。反対にもいるから、あんま意味ないかな。ね、隠れられるとこない。ならどこでもいいんじゃないか。どこでいいや。じゃあ。行きます。行ってらっしゃい。どっち踏もうかな。あれ？あ、こっち側まで行ける？あ、すごい行けるじゃん。じゃん。行ける上に端っこまで行けばあいつ狙えるじゃん。ね。上からでも撃てたりしないのかな。あ、確かに。あ、撃てない。じゃあ行っちゃいます。行けー。おひげちゃん。
あ、すごい。上一切足つかずに飛び越えてきた。よし。あ、すごい、倒せるね。さようなら、ブー。スタート。ブーヤー。よし、3エンドかな。終わりでいい？オッケー。交代。じゃあ、あとはもう、消化試合よ。ね、アクセルホッパー出てきた。あ、土管あるのか、箱に。あ。あ、よかった、ガードしといて。マリオだった。じゃあ、ルイージゴールしまーす。はーい。端っこ。さっさと、次行っちゃうか。そうだね。あれ？余計なことしようとしてる。じゃあ、私も端っこ。反対の端っこ行った。あーる。イェーイ！ウクレレビョヨヨヨー。やっぱりステージ進めただけあって楽勝だったね。確かに。バナナビーチ。バナビー。バナナキノコ。靴下。わー！かわいい。今の俺たちってこと？じゃあ次、エイジドガーデン4つ目いっちゃおうか。うん、なんか中ボス？中ボスを倒せ。やってみようか、うん。よし、じゃあもう一回このチームでいくか。うん、ラビブラ。なんか新しい造語作ってる。ラビッツブラザーズ。もうそれ普通のラビッツの兄弟だね。中ボス。中ボス誰だ？誰だろう。ああ、こいつか。なにこれ。あ、そっか。小手さん見てないのか。見てない。私、ワールド3と4しかやる。二人で交互に仕事の合間とか、できるタイミングでできる方がやったからね。ね、空いてる人がやる。お互い知らん敵いるんだよね。いる。ホッパー倒しちゃおうかな。倒しちゃおう。こいつライフ205か。トンカチでボーンかな。そうだね。トンカチボーンすれば倒せるな。いや、強いね。さすが、ワールド5まで来てるだけあるわ。そこってさ、ラビッツ・ルイージ届く場所？このスライディングって。ああ。あ、でも別にいいか。あ、届かないね。2回スライディングできるからさ。なるほどね。届くなら。あー、じゃあせっかくだから、これをやっておいてあげますよ。何それ？あ、移動距離？移動距離1アップさせといてあげましたよ。最初が一番集まってるからね。みんな。あー。私がこれ届くんだったら、スライディングあっちのやつにしてもいいのかなって思ったね。ああ。これ倒せるじゃん。倒せる。これなんかうまいこと当たんないときは多い。多いね。あ、あ、これめっちゃ良くない？それすごいいい。いきますよー。はい。いけーい。広い範囲。イェーイ、めっちゃ綺麗にいった、ね。コインマリオに吸収されてった。そしたらマリオが向こうに。ルイジが稼いだお金は全部胴元のマリオに入っていくのか。そういう契約。そういう契約か。うん、わぁ。これギリギリ1マス届かないんだ。とか。よし、行くぞー。勝ってる。よし。ルイジここに行く意味あったのか？ないよ。ないのか。早いな。チーボスどこにいる？チーボスはね、ここ。あ、そこか。コースだ。お手さんが右側行けるもんな。行ける。じゃあ、マリオは普通に左側行けるか。うん。ほら。で、ここよ。わぁ。からの、普通に銃で撃って、さよなら。うん、さよなら。サクサクだね。お金いっぱい入る。ね、お金増やすやつもみんな結構つけてるからね。うん。ヒーローサイト発動しちゃおっかな。こっちに一歩でも近づいてきたら撃つからな。分かってんのか。使う必要ないことは分かった。ヒーローサイトがそっちにいるのか、二人。そうだね。バシューン。あ、すごい。スライディングで倒してる。スライディングで蹴散らしてる。これ3回いけんだっけ？いけない。いけないのか。いけないけど、この人倒しちゃおうか。
なんか普通に倒せそうだね。うん、10個によいいんじゃない。ボスからの攻撃当たるかなってちょっと不安になっちゃった。あ、ボス移動した時点で当たんじゃないかな。よいしょ、やるのか。あぶ、見て帽子から出してる武器。あ、ほんとだ、かわいい引っ張り出してる。これ撃っちゃいます。4次元帽子だ。ボーン、いやー、あ、吹っ飛んでった。落ちた。あのさ、吹っ飛ばすやつ強いよね。強い。おじさん行くよ。おじさん。あ、チームジャンプじゃないや、スライディングしてチームジャンプもできちゃう。できちゃう。できちゃうね。できちゃうね。しかも攻撃もできちゃう。攻撃までできちゃうね。うちの、あ、いけなかったね。あの、自分の攻撃がさ、うん、目の前に出ちゃうとさ、目の前のブロック壊れちゃうからさ。そうね。うん。やったれ。やったります。ファイヤー。ファイヤー。ブロックいっぱいなくなったー。もういい？うん。敵。これはもうサクサクいっちゃうんじゃない？あ、中にラビッツいる。あ、俺の方来るんだ。ヒーローサイト使えばよかったな。使ってなかったっけ。うわー。熱い。やった、熱い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 、してる、熱い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 、押しが使った。ルイージマリオに移してた。ゆるさん。スライディングできちゃうじゃん。ね。これこのターンで終わるんじゃない？終わりそう。先に。うん、トンカチドーンする？トンカチドーンして。スライディングドーンしてトンカチドーン。耳生えてる。よいしょ。これさ、もしかしてだけどさ、うん、あ、ちっちゃくなった。ヒーローサイトやるじゃん、うん、小手さんがあのスキルでおびき寄せるじゃん、うん、動くじゃん、うん、ヒーローサイトどうなんじゃない。確かに、やってみる。やってみるか。イエーイ。ちっちゃくなるの、かわいい落っこちて。で、アイアンビジョンだ。アイアンビジョンを発動よ。そしてお手さんにターンチェンジで、このおじさんで、あ、もて近づかなきゃだ。あ、もうここまで行けば大丈夫でしょう。大丈夫でしょう、きっとね、きっとね。私の美声を浴びせてあげます。浴びせたれで、マリオたちが反応素晴らしい勝ち方だ。さらに、マリオットやったー、はいよー、早い、やったやったー。なんかおしゃれな勝ち方しちゃったね。ヒーローサイト強強いね。靴下、イエーイ、イエーイ、なんか汚な靴下。何これ。あ、ハードモードが解放されたね。あー、ハードモードってどれくらいむずいんだろうね。ね、というわけで、エイジドガーデン4ステージともクリアできたね。できた。さすがにストーリー進めてからやっただけあって楽勝だったね。そうだね。前回の1ステージ目と2ステージ目のあの苦戦は何だったんだすごい時間かかったね、前回は。せっかく解放してきたから、うん、残りのステージと、うん、あとはできたらハードモードもやっていこうかね。そうだね。またやっていきましょう。はい、以上マリオプラスラビッツでした。でした。終わりー。終わりー。